参ります。お手並みを拝見。俺の番だ。じゃあ任せるがよい。砕けちゃえ。僕の番だね。やっちゃえ。行くぞ。私の番だわ。砕けちゃえ。行くよ。やっちゃえ。任せてくれ。竜巻を投げ払え。俺の番だな。私の番だな。砕けちゃえ。マイ。セイヤ。この老体甘く見ぬことですが。はーい。母ちゃん、バビア。ありがとう。見切った。行くぞ。見切った。下がれだ。行くぞ。我が渾身の一撃食らうがよい。奥義後陣ランナーズ。行くぞ。炎よ我が剣に集え。よし、これで大丈夫だ。えへん。まだまだこれからだ。
ただいま戻りました。あー、面白かった。タイミングが良かったようだ。え？父上。父上、いつお戻りに？てっきり、こたびの実習では会えないものと思っていました。所用に一区切りついたのでな。ギルドに用事もあったからこちらで待たせてもらった。久しぶりだ、我が娘よ。どうやら一回り大きくなって帰ってきたようだな。幼子扱いはやめてください。その父上、ただいま戻りました。ああ、お帰り。そして彼らが。はい、七組の旧友にして共に切磋琢磨する仲間です。レグラムの領主ビクター・ S ・アルゼイドだ。そなたたちのことは娘からの手紙で存じている。よろしく頼む、七組の諸君。
ワクワク。光の継承と勝負か。でもリーンってそんなに強かったっけ。無謀すぎる。至難ならともかく達人相手の手合わせなどさすがに厳しいか。リーン、考え直すがよい。父上も戯れをおやめください。ラウラ、止めないでくれ。私と彼の勝負だ。そなたは下がるがよい。本当に良いのだな。はい。音に聞こえし光の継承、胸を借りられるだけでも光栄です。どうかよろしくお願いします。行きやよし。八王の一端見せてもらおうか。すごいね。あれを片手で振るうのか。信じられません。アルゼイド家に伝わる宝剣カランシャール、鉄器隊の副長を務めた祖先が使っていた大剣だ。八王一刀流初伝、リーン・シュバルツァ、参ります。アルゼイド流筆頭伝承者、ビクター・S・アルゼイド、参る。始め。さあ、そなたの剣を見せてみよう。行くぞ。行くぞ。
行くぞ。なかなかよい。だがそこまでだ。そろそろ終わりにしよう。絶対だがやっと分かった気がする。リーンが試着閣下に手合わせを願った理由が。アホがこんなものを抱えていたのか。リーンさん大丈夫ですか。父上やりすぎです。大丈夫、ちゃんと手加減してくれた。参りました、光の検証の絶技しかと確かめさせていただきました。どうやら分かったようだな。力は所詮力、使いこなさなければ意味はなく、ただ虚しいだけのものだが、あるものを否定するのもまた欺瞞でしかない。自然、死の教えがようやく胸に落ちた心地です。ですがこれでいっそ迷ってしまうような気もします。リン、それでよい。まずは立ち上がり、恐れとともに足を踏み出すがよい。迷ってこそ人は、立ち止まるよりはるかにいいだろう。霧が晴れたみたいね。聖女の城か。ダメよ、みんなに気づかれてしまうわ。大丈夫よ、光の検証は怖いけどこのタイミングなら平気だわ。もう、なんとも危なっかしい子ね。前に進めるきっかけをやっと手に入れたみたいだけど、この調子で間に合うのかしら。それは私たちが決めることじゃないわ。私たちは見守り、導くだけの存在。前みたいなことは絶対にやめてちょうだい。はいはい、分かってるわよ。それはそうと、気づいてるみたいだけど、あの城何かあるわよ。私たちの管轄外だけど、ちょっとまずいかもしれないわね。ええ、ラウラさんにそれとなく伝えるしかないでしょうね。
この調子で頑張りなさい。Thank you.
Thank you.
行くぞ。川が流れているのか。幼い頃はあそこでよく水遊びをしたものだ。はあ、夏なのに涼しいね。天気もいいし、いい風が吹いているな。大丈夫だ。えっへん。